それでこの部分ですね、細かいところなので、塗装していくのもね、結構一苦労ではあるんですが。HG ゼータガンダムの制作、今回は、頭の部分を作っていこうと思うんですけれども、パーツの数はですね、そんなに多くはないですね。それで、この、ね、目の部分なんですが、ですね、ちょっとちっちゃなパーツですけれども、こんな感じに緑色のクリアパーツになってます。でね、このクリアパーツで目を作るのはですね、なかなか雰囲気は出るんですけれども、HG のね、大きさだとちょっとね、こう組んだ状態ではこの目の色がね、目立たないような感じになってしまうので、一応ね、シールも付属はしてます。ただね、僕も何度かこのパターンでね、作ったことはあるんですけれども、結局ね、目の部分がね、こう真っ黒な感じになって、しまうとは思うんですが、とりあえずね、ちょっと、せっかくね、クリアパーツがあるので、このクリアパーツを活かす感じでやっていきます。で、あまりにもね、ちょっと目の部分が目立たない感じだったら、もうサクッとね、上に、シールをね、貼ってしまおうかなという感じですね。それでクリアパーツを活かすといっても、このパーツをね、そのまま使っていくのではなくて、この目のね、目の部分ですね、こちらの部分だけを緑色にして、あと周りの部分は黒でね、塗装していこうと思いますので、こちら、エナメル塗料のフラットブラックですね。こちらを、目の周りに塗装して、この目の、カメラアイの部分だけは緑色のクリアパーツという感じに、仕上げていきます。それでこの部分ですね、細かいところなので、塗装していくのもね、結構一苦労ではあるんですが、エナメル塗料なので、はみ出たらさっと、拭き取ってしまえばいいということで、サクサクっとね、塗っていきたいと思います。塗装が完了してこんな感じになりました。それであとはですね、ちょっと気になるところがありまして、この、ね、頭部のアンテナ部分ですが、この、ね、裏側にですね、ちょっとね、こう出っ張りがあるんですよね。で、この部分というのは、安全のためにね、ここが尖った感じにならないように、少しね、こう丸みをね、帯びさせてるので、ここのね、先の部分だけ非常にね、こうちょっと出っ張ったね、雰囲気になってるんですが、ここね、ない方がかっこいいので、こちら全部、スパッとね、切り落としていきたいと思います。で、やり方としては、ゲート処理とね、あまり変わらないんですけれども、まずはざっくりとね、切りすぎないようにニッパーでスパスパッと落としていって、よいしょ。で、さらに、パーツをね、折ったり曲げたりしないように気をつけながら、デザインナイフでね、こう少しずつ削っていきます。で、あらかたね、形が、削れましたら、あとはヤスリを使ってね、しっかりと周りとね、こうなじませていくというか、形をね、調整していきます。こんな感じに突起をきれいに、削り取ることができました。それで他のパーツについては、こちらのね、スミレ塗料のグレーを使って、スミレをやっていきます。ですごくね、ちっちゃなパーツなので、なかなかね、スミレもちょっとね、神経を使うところでもあるんですが、ここの部分もね、しっかりと他のね、胴体の部分のね、パーツとかと同じように、墨入れをね、やっていきます。で、墨入れをやる前に、一応ね、下準備として、このね、墨入れをやる箇所に筋彫りをね、やってはいますので、塗料自体をね、スッと流れてくれるようにはなってると思います。それでは墨入れが完了しましたので、組み立てていきたいんですが、まずはですね、このパーツ、ここにね、クリアパーツをはめ込むんですけれども、ここにちょっとね、光沢があるシールを貼るようになってますね。これを貼ることによって、正面からね、光が入ってきた時にクリアパーツの部分がね、こう光を反射して、少しでもね、明るくっていうところなんですけれども、なかなかね、やっぱりクリアパーツの目の部分の、そもそもの面積がね、やっぱり狭いので、どうしてもね、これを貼ってもなかなか目がね、キラッと光る、ね、目の緑色が目立つ感じには、
ね、なりづらいところはあるんですよね。こんな感じです。でこの状態だとかなりねギラッと光ってるんですが、これにこのねクリアパーツをグッと差し込んでいくので、これでね多少効果が出てくれればいいんですが、こんな感じですね。この辺ねスミレ塗料を拭き取るの忘れてたので、今ささっと拭き取ったんですが、パーツはめ込んでこんな感じになりました。まあ、若干ねこの光が目にね当たる角度によってはちょっとねこうキラッと緑色の部分が光ってくれるような感じではありますね。まあ、貼ってね効果がないっていうことはないですね。この状態だと結構緑色はキラッとしてくれてる感じはあります。それであとメインカメラのところですね、こちらにもシールを貼っておかないといけないですね。でこちらのパーツにも同じようにシールを貼ります。それであとはね組み立てていくだけなんですが、まずは顔の部分を 横にですね、この右側のパーツにはめ込んで、もう片方のパーツで挟み込んでいく感じですね。よし、おお、なんかいいですね。やっぱゼータガンダムは顔つきがねシャープでかっこいいですよね。そして頭の上の部分ですね、こちらをグッと差し込んで、であとは頭部アンテナ、よし、でここにこうやってね差し込んだ状態で最後上からグッとね固定する感じかな。よいしょ、よし、この赤いパーツを差し込むとアンテナが固定されるので、これで、頭の部分完成ですね。こんな感じになりました。でやっぱりゼータガンダムはファーストのねガンダムとは顔つきがねだいぶ違うんですけれども、このねシャープな感じもやっぱりねかっこいいですよね。でこのね目の部分ですが、やっぱりねどうしてもこういう感じにね緑色の部分が見えなくなってこう暗くねなってしまう感じではありますよね。で今真上からね光が当たってるので目の部分が余計にね、影になってるところはあるんですけれども、まあ、正面から光が当たると多少はね、まあ、キラッと光るっていうほどではないんですが、目の部分の緑色も、確認できるような感じではあります。でこの目の暗さはね、リバイブ版のね、ガンダムを作ったね、まあ、ファーストのガンダムを作った時もやっぱりねこんな感じだったので、どうしても目の部分を緑色にね、こう見せたいという方はもうシールを貼った方が結構ね鮮明に見える感じになると思います。あとはねもうこの緑色の部分をもういっそのこと塗装してしまって、例えば蛍光グリーンとかで塗って、周りをね黒く塗ったりすると、それでもね結構目の部分が、キラッとね光るというか、まあ、目立つ感じになったりするとは思います。で今回僕の方は一応このまま作っていこうかなとは思うんですが、またこの後ね、全体組んでみて気になるようだったら、まあ塗装、まあ、塗装しないかな、多分シールを貼るかなというところなんですが、まあ現状ではねこのまま組んでみて、まあ、全体のねバランスを見ていこうかなと思います。やっぱりねこの目の部分がねちょっと目立ちにくいっていうところはねどうしてもありますよね。でねやっぱりカメラだと正面からね今撮ってますので、その分でね普段よりもっていうか普通に見るよりも余計ね暗くなってるようなところはあるのはあるんですよね。このぐらいの角度ですね、こういった角度で、肉眼で見るとね多少はねこのクリアパーツの目のね緑色が確認できるので、作ってる段階作った人にとっては、まあ、そんなに気にならないかもしれないですね。ただこう飾ってねこう見てる、ねこうどっかねこう棚の上とかに飾ってしまうと、やっぱり目の部分はこの状態だとこう真っ黒のね感じに見えちゃう可能性は高いですね。で僕はねゼータガンダムしばらく作ってなくて久々にね、作ってみてるんですけれども、やっぱりねこの顔の部分ね
びっくりするぐらいねかっこいいですよね。まあ、ガンダム自体のね、顔つきのデザインは僕はねファースト風のね、まあ、初期の顔つきが好きなのは好きなんですけれども、かっこよさでいくとやっぱりゼータガンダムのね、この顔のデザインっていうのは非常にねかっこいいですよね。まあ、この顔見てるとねマスターグレードとかもねちょっと作ってみたいなという感じになってきます。